皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回もボンドボディの進捗をお伝えしたいと思います。ちなみに今日はカメラマンがお休みなので FPS 視点でお届けしたいと思います。あ、ちなみにカメラマンは別に体調不良じゃないです。仕様で休みなだけでございます。というわけで早速行ってみましょう。さあ早速、トモヤさん、これは何中ですかって。これ812のフェンダーっすね。はい。これは今何をしてるとこですか。今足付けです。足付け表面で。はい。先にやって、貼る前に先にやっていこうかな。つけてからやるから。ああ、そういうことっすね。はい。こんな感じで今エアーで、はい、これでやってますよって。いつも出てるよ。番手いくつですか。これ今120。120のペーパーで今足付けしてる状態。物は悪くないですか。いや、悪いです。めっちゃ全然合わない。ああ、やっぱりちょっとこの何ですか、量産品っていうよりかはワンオフのちょっとその そういう感じがするってことですよね。形があるだけ、はい、ありがたいけど、うん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 、本当は正直良くない。量産品のなんかこう何ですか、あんまりこう手加えないでできるよりかはやっぱりちょっとそのそう、あの多分いっぱい作んないから、そうですよね、そうですよね。こんな感じで、あの前回来た時からなんと2週間ぐらい空いちゃってるんで、めっちゃ合わなくて本当にあのだいぶ難儀してるみたいです。こんな感じで今、前はもうおまがいいんだけど、はい。で前のここはどうしたんですか結局。何が、ここのフェンダーのこのライン、前回これが結構ねじれてて、こっちが飛び出てこっちが引っ込んでたじゃないですか。あの無理くり持ってきてる。あ、これはじゃあ無理くりって言わないでくださいよ。よじれちゃってるのを、はい、またよじり直してる感じ。ともやさんテクニックでこれはちゃんと合わせてるわけですね。ただ前回のあのねじれちゃってるのよりかはだいぶそうです、はい、合ってるかな。ここのラインも合ってるんでいいんじゃないでしょうか。そしていきますか、リア。リアはいいよ。皆さんご覧ください、81のフェンダーがあのコメントに困ります。ここもうこのどんぐらいですか。10センチぐらい切りました。あ、それがカットしたフェンダーですか。そうだけど、はい、カットラインもんで全然違う。ここあの段ボール当てても全然合わなかったですか。多分、ね、3センチぐらい違う。なんか知んねえけど。なるほど、こんな感じでバカッと切って、で、あれっすね、ちょっとだけ袋になってたんですね。袋になってただから今、はい、その袋の穴開いてるところを今塞いでる感じですね。そう、はい、これはもう怒られる匂いがプンプンします。そしてこのノリ付けするところを剥いでるんですか。そうパネルが接着密着するところを全部これ塗装剥がして、こんな感じで地が、下のアルミの地が出ております。すごい塗装もこれあれっすね、結構な感じっすね、うん、いや塗装っていうか、はい、多分これね、なんか一番下フェラーリとあって、はい、あんまり多分面良くないから。あ、そうなんすか。こういうのね、めっちゃ入れて、はい、で表面ある程度。だからこのベースの何ですか、サフェーサーがちょっと厚めなんすか。なんかちょっとそんな感じが。絶対そうだと思うんだよね。はい、あ、いろんな国産車とかヨーロッパ車とやってきた経験からすると、ちょっとの下地のこれが厚い。僕もだから今結構厚いなと思ったんですよ。これこんな感じになるみたいです。これやばいっすね。でここはこれ何で埋めてるんですか。ファイバーで埋めてるんですか。違う、パネルボンド。あ、パネルボンドでここ全部埋めてるみたいです。これお借りいただけますでしょうか。黒になってるんで。本当は鉄板とか当てる方が良かった。はいはいはい。特にその剛性がなんか必要なかかるところじゃない、外側のちょうど袋になってるところなんで。剛性とかは、はい、まあまあ、でもパネルボンド入ってるから、はい、あ、強度的にも別に悪くない、はい、こんな感じで。いやー、やばいのが出来上がりそうです。あ、こっち側も結構合ってるっすね。前回見た時はこっち側、ここが結構これずれてたんですよ確か。こっちも結構合ってるみたいな。はい、トータル的に、はい、持ってこないと、はい、来ない。あ、じゃあ本当になんかワンオフって感じなんですね。いやもうだから、ね、もうよじれちゃってる。あ、よじれちゃってるからめちゃくちゃトータル的に持ってこないと。なるほど、フェンダーといろんなとこでちょっとずつ辻褄を合わせて持っていかないと全体的な。じゃあ本当にこれあれじゃないですか、取り付けするところのスキルで
だいぶ仕上がり変わってくるじゃないですか。もう数々のワイドボディを作ってきたボンドボディだったら大丈夫ってことですね。だってあのいろんなとこで81のフェンダー切るんすよって言ったら、みんな社員は何言ってるの、昔海援とかみんな切ってたよ。もうガンガン多分ね、こっち側の動画はめっちゃ早い、はい、本当ですか。こんな感じでもうだいぶシルエットが見えてきたのもあるし、リアがいよいよ始まったっていう、こんな感じの81の進捗でございます。さあそしてカリナンがだいぶ期間が空いたら、なんともう完成しちゃったということで、こちらでございます。ドーン、やべえやばくないですかこれ。様子がおかしい感じが、この色で振る舞いやばいっすねこれ。かっこいいよね。むちゃくちゃかっこいい。そして取り付けはもう相変わらずの完璧フィッティングなっております。これすごいっすね。だってこれ改めて新車っすもんねこれ。そうだね。そして色もバッチリ合ってますね。そして気になるコーチラインはここ分かりやすいかな、こんな感じで純正のコーチラインと同じように閉じ込めないで上にこう書いてある感じ。そしてマンソリーだけ閉じ込めてある。そして当然ワイドになってますんで、この純正ホイールの引っ込み具合が分かりますでしょうか。もう完全に電車になっております。これが大阪店の方でタイホイール交換されることでしょう。そして詳しい仕様だったり仕上がりに関しては浅井店長が紹介してくれると思います。というわけで経過をお伝えしますなんて言って、もう3回目にして完成をお伝えする感じになっちゃったんですけど、本当にすいません。詳しくは大阪店の動画をご覧くださいませ。というわけで今回もボンドボディの進捗をお伝えしました。次回も812の続きを中心にお届けしたいと思います。この後作業の動画もあるんで、ぜひそちらもご覧ください。ボンドチャンネル、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。
back